明治神宮大会、高校の部、2回戦、関東第一級、某大阪桐蔭、17日、神宮球場。昨年、史上初の神宮大会2連覇を達成した近畿王者、大阪桐蔭が初戦敗退。東京王者、関東第一に敗れ、3連覇はならなかった。ご失策が響き、西谷光一監督は、人工芝でご失策は、 甲子園では話にならないと思うので、鍛え直さないといけない、と語った。写真、ド迫力ラマルツーラン。先発の最速154キロ右腕、平島啓智投手、2年、は初回に適時内野安打で1点を失い、先制を許す不安定な立ち上がり。初回からリズムがつかめず悔しい結果になった。先頭が打ち取れなかった、と3回、西一塁では5番。 熊谷に左翼越えにツーランを浴び、リードを広げられた。平島は6回に代打を送られ交代、5回6安打4失点、2奪三振で降板となった。打線は関東第一の先発左腕、畠中の前に4回まで2安打に封じ込まれる苦しいスタート。しかし4点ビハインドの6回、5回からマウンドに上がった坂井を攻め、3番、六丸海星外野手、2年、 4番、ラマル・ギービン・ナタナヤケ内野ュ、2年、の連続的時打で3点を返し、1点差にまで詰め寄った。反撃ムードが高まったが、6回に2番手、南洋人投手、2年、が守備の乱れも重なり4失点。トータル5失策と守備が崩れ、王者がペースをつかめないまま試合は進んだ。8回にはラマルがツーランを放ち4点差としたが、 試合を通じてリードは奪えなかったエースはもう一回冬に鍛え直したいですと前を向いた高校球界の絶対王者がまさかの黒星を糧に強さを増して選抜の舞台を目指す。